台風8号は今日昼ごろ東海3県に最も接近し、このあと関東を通過する見込みです。東海道新幹線は今朝大雨のため静岡県内の区間で一時運転を見合わせ、その後も下りを中心に遅れが出ています。名古屋駅のホームや待合室は列車を待つ人でごった返し、旅行や帰省の予定を変更する人も見られました。もともと今日午前中名古屋を回る予定だったんですけれども、台風来ているので変更して朝の時間にしたら結局遅れちゃって、こっから新山口まで行くんですけど、そこからのもう特急が指定席の時間がもう全然もうダメなんで、多分3時間ぐらい向こうで待たないかんですよ。今日は午前中下りで乗車率 150% と混雑する列車がありましたが、明日は U ターンのピークと予想され、上りを中心に混雑が見込まれています。